にちは、ひなたです。今回はビリヤル公開。ひなたチャンネル恒例になってきたのかな。写真をね、今からお見せしたいと思います。毎日か、投稿してるので振り返りがてら見ていきたいと思います。それではレッツゴー。約3ヶ月前なんで結構経ってるね。5月のところから紹介します。 BDR はマジで適当にいつも撮っちゃうから、なんかね、映えとかもそんな狙ってないんですよね。だけど紹介する時にいい写真があるようにちょっと頑張って映えるように撮ってたんだけど、間に合えばいいっていうスタンスなんで、なんか多分見てもらえばわかるけど、だいたい黒なんだよ。じゃあいつもみたいにランダムでやっていきます。本当にしょうもなくてごめんなさい。何これ。あ、そう、てかこれでも結構すごいタイミングじゃない？電車のドアがこう開く瞬間に撮って多分到着した時にピローンってなって、あ、やばいやばい、撮らなきゃって思って、でもすごい並んでたから一番前に並んでたのね。だからめっちゃ恥ずかしかったんだけど、もうそんなこと気にせずに間に合うことだけをね意識して撮ったんで、ドアが開いた瞬間に、なかなかないんじゃない？あれ？これは動画で紹介したっけ？めっちゃ覚えてない、全然覚えてないんですけど、これあのバスツアーの時のビリアル、あれ紹介してたっけ？でもこれ本当にね気に入ってて好きなんですよ、この2枚。このファンの方からねいただいたプレゼントを集めて撮った写真、これめっちゃ好き。結構この誕生日期間というか誕生日に近い期間は結構いろんな方に祝ってもらったんで、これもだいぶ印象的だな。あのメントスコーラのあれ、ショートの動画のやつなんですけど、メントスコーラチャレンジで手いっぱいにメントスを持ってコカ・コーラの口のところに入るかっていうゲームなんですけど、これもう見て、何回もやりすぎてさ割れてんの。ちょっとこれさリベンジしたいよねってそうずっと話してるんだけど、ちょっとなかなかね汚すの怖いしできないんだよね。ん、あとこれなんだろう、これいつだ、これなんだ、全然思い出せないんだけど、でもこのさステージ裏リハーサルの時にちょうど来て撮った写真、10月の24日白になってるじゃん。この写真を上げ入れてたんだけど間違えて消しちゃって、続いてたらねこのホーム見てもらえば分かるんだけど、炎何日間連続でアップできてるよっていう数字なんだけど、これが本当はねもうちょっと あったはずなんだけど、この24日の間違えて消しちゃって、始めてから24日以外全部アップできてる。すごくね、私めちゃくちゃ飽き性で全然継続力ないんだけど、 BDR の時は唯一続いてるっていうね。これ何、6枚も撮ってる日あるんだけど、これカンコレだ。なかなか撮れないよねここのステージ裏っていうかさ、なかなかねこの光景は撮れない。これあれだ、みずきちゃんと一緒にユニバとか行った時のやつですね。ここら辺ジョージがいるかな、ここにいるかな、ユニバの時に撮ったジョージ、これですね。やっぱなんか私ユニバのミニゲーム運があるのかもしれない。これヒロアカの映画見に行った時、ヒロアカの映画皆さん見ましたか？マジで面白かった。これやばい、39度5分出た時やばすぎ。普通にやっぱ日向さん浅井が好きですね。やっぱ何かしらっていうか毎回 BDR 紹介で浅井映ってる気がする。気のせい、なんか前も紹介した気がする。
こんな感じですね。でも結構この3ヶ月で本当に充実してたかな。本当にめっちゃ充実してる。イベントもたくさんあったし、こうやって遠出することもあったから、充実した3ヶ月でしたね。またね、期間が空いたらVTR 紹介したいと思います。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では